2024年7月12日、日本の防衛省は、令和6年2024年版防衛白書で、ついに、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の最新画像が発表されたとの情報をキャッチしました。今回は、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型を詳しく見いきますね。和製トマホークイア巡航ミサイル、サムライですかね。イージス艦への装備も決まっていますし、なんといっても、島嶼防衛に威力を発揮してくれる三菱が本気で開発しています。自衛隊の不祥事が続いていますが、私からもお詫び申し上げます。2024年7月12日、日本の防衛省は、令和6年2024年版防衛白書、防衛省自衛隊のホームページ上に公開。今回、同白書の表紙には、焼けた刀身を叩くイラストが用いられており、その刀鍛冶に、日本の防衛のあり方を例えた形だ。すなわち、それは、刀を抑止力と見立て、防衛省と自衛隊は、その刀を抜く状況に至らないようにと、これまでも、刀の鍛錬を行ってきたと述べられており、いざという場合に備えてきたという気構えを示したもののようだ。ちょうど、今年令和6年2024年は、1954年7月に自衛隊が創設されてから70周年を迎えると同時に、防衛白書も、1970年の書簡の発行から、50周年という区切りを同時に迎えたため、冒頭には、その歴史を振り返る内容が盛り込まれている。また、今回の令和6年2024年版防衛白書の刊行にあたっては、現木原防衛省が、太平洋戦争以後、最も厳しい安全保障環境下に日本が置かれている現状を、中国、北朝鮮、ロシアの3つの具体的な国名を挙げ指摘している。ここで、現木原防衛省は、こうした現状の日本の安全保障環境を踏まえて、それに対処すべく、安保関連の3文書、つまり、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画に基づく防衛体制の強化を表明している。そこでは、防衛体制の強化について、スタンドオフ防衛や統合ミサイル防衛の能力の強化を優先して実施すると述べられており、これらに注力することで、日本の防衛力の抜本的な強化を着実に実現させることを訴えている。具体例としては、スタンドオフ防衛に関しては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の名を挙げて、これらの取得を前倒しで実施すると記述されている。また、統合ミサイル防衛に関しては、導入が中止された陸上配備型のイージス・アショアを代替するイージスシステム搭載艦の建造を急ぐ旨を謳っており、加えてそれらに使用する弾薬類の備蓄、防衛施設の強靭化を進めるとしている。さらに、対外的には、日本の唯一の軍事同盟の締結国であるアメリカはもちろん、それに準じる戦略的利益を共有する国々との連携強化を図るとしており、インド太平洋地域における、その安定の実現に尽力する方針が記されている。そして、最後には、慢性的な自衛隊の人員不足の現状についても危機感を示しており、その人材確保に向けた募集面、人員配置面、待遇面等の向上を図るべく、様々な施策で、これらの課題の解決に取り組むことを訴えている。こうした前提のもとで、作成の上、公表された令和6年2024年版防衛白書であるが、中でも、スタンドオフ防衛に関して、具体例として挙げられた国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型について注目が集まっている。今回の令和6年2024年版防衛白書では、現在、三菱重工業者を中心に開発が進められている国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型について、新たに最新の状態を表す写真が掲載されているためだ。そこには、開発元である三菱重工業者から提供された試作品であるとの説明文が付けられ、工場とおぼしき室内で、上部から、クレーン状のもので吊るされた状態である、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の姿が収められている。この写真の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、左斜め前方の少し髪型から、
同誘導弾の前景を映したもので、黒光りするミサイル本体の中央部に折りたたみ、式の2枚の主翼、後方に、X 字に、4枚の安定翼を備え、ブースターは未装着に見える。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のベースとなったのは、2012年度より、陸上自衛隊が調達を開始した人に意識地対艦誘導弾であるが、こちらは、装輪式の車両の荷台部分に、ミサイルの発射機を搭載する形式の地対艦ミサイルシステムである。この人に、意識地対艦誘導弾の地対艦ミサイルシステムとは、ミサイル発射機を搭載した車両以外に、探知・索敵用のレーダー、中継、指揮統制、射撃管制、弾薬運搬の各システムを担う複数の車両によって構成されている。人に、意識地対艦誘導弾のミサイル本体は、直径が約 35cm、全長が約 5.0m、重量が約 700kg、最大射程がおよそ 200km 弱と推定されているが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、これを大幅に大型化したものとなっている。むしろ、名称こそ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型と呼称されているので紛らわしいのだが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、ほとんど全てが新規に設計されたと目されており、実質的には別物とみなせるものだ。一見してわかるように、従来の人に、意識地対艦誘導弾のミサイル本体は、円筒形をした形状であったが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のそれは、ステルス性能を高めるべく、打角形にも見える、独特の形状へと変更されている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、こうしたステルス化に加えて、射程距離の大幅な延伸に伴い大型化されており、それに伴い、推進方式も、従来のターボジェット方式からターボファン方式に変更されると考えられている。ターボファン方式へと推進機構を改めた人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、まず、第一段階として、射程距離をおよそ 900km を目指し、第二段階では、これを、さらに、同 1500km 以上にする予定である。この大幅な射程距離の延伸によって、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、現在の防衛省が唱えるスタンドオフ能力を有する兵装となる見込みで、これは、敵側の防空兵器の射程距離外からの運用を可能とすることを基としている。また、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、ベースとなった人に、意識地対艦誘導弾の地発型、陸上発射型にプラスして、艦発型、艦艇搭載型、空発型、航空機搭載型へと運用するプラットフォームを拡張する計画となっている。令和3年、2021年度の事業評価の時点で、開発期間については、地発型、陸上発射型は、令和3、2021年度から、令和7年、2025年度、艦発型、艦艇搭載型令和4年、2022年度から、令和8年、2027年度、空発型、航空機搭載型が、令和4年、2022年度から、令和10年度、2028年とされていた。今回の令和6年、2024年、版防衛白書において、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の地発型、陸上発射型の取得は、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルと合わせて、当初予定より1年早めた2025年度からと明記された。現行の人に意識地対艦誘導弾は前述したように、射程距離がおよそ 200km 弱と目されているため、これを対中国に向けて有効に運用するためには、南西諸島の島々に分散して配置する必要があり、その措置が取られている。しかし、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型であれば、第一段階のおよそ 900km と目される射程距離であっても、例えば沖縄本島に配備することで、南西諸島一帯をカバーすることが数値上は可能となり、運用効率の向上も期待される。また、仮に、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の第二段階の配備まで進めば、それは、
九州本土に配備しても南西諸島方面をカバーすることが可能となり、飛翔速度が亜音速という点を除けば、飛躍的に防衛能力を向上させることとなるだろう。艦発型、艦艇搭載型や空発型、航空機搭載型になれば、プラットフォーム自体が容易に移動できることから、さらに、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のカバー可能な領域は増すことは間違いないだろう。ことに、プラットフォームの移動速度が、迅速な空発型、航空機搭載型が配備されれば、そのメリットは、最大まで活用可能とめされ、現状では、母機としては、F2 戦闘機が候補として挙げられている。F2 自体は、2035年からの退役が始まる予定ではあるが、それまでは、同機が担う空対艦攻撃任務の重要性は、ますます比重を高めると思われ、以後は、これから開発が行われる GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が、その任を引き継ぐ予定である。